こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗立志伝 5DX ライブ配信始めていこうと思います。Twitch で配信しております。Twitch アカウントフォロー、とコメントお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そしてですね、 YouTube チャンネル登録、動画の YouTube でプレミア公開2日後25日21時頃に予定しております。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。リスライブアーカイブマイ YouTube チャンネル、2 days after プレミアライブマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ではですね、現状の構成を見ていきますか。勢力図、結構美味しいとこやなんか徳川が持っていってるけど、あとそうか、房総半島3つか、これ切り取ってもいいかもしれないですね。まあ後ろを固めましょう。まず房総半島から取っていきましょう。今はどこにいるんだ、ここかな。まあでも小田原とか取られてるよな。あ、そうだ、あの前橋城だ、だからまずは久留里城を、取りに行きます。では行きましょう、攻めに行きます。あ、なんか出てきた。あ、とりあえず指名伝達で三好って81か。前田が84。上の4人だな。過労、全員過労。まあ、内戦優先で。治安向上とかできんのかな。じゃあ、カジキ城お願い。カジキ城ってどれだ、これだ。じゃあ住民安定度41しかないんだ。で、黒田官兵衛はなし。次、大隅高山城。大隅高山城ってどこだ、ここか。これも41なんだ。あー、でも全然ダメだな。訓練し、まあ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 、他の2人はまあ無理だから、治安向上無理だしね。この2人に任せましょう。武芸算術、あ、両方揃ってんなら お金で、はい、ご覧の通り合戦
ん？ここか。くるり城へ。2万人フルでいます。大砲が188門だけど、まだ無理だな。行ってみましょう。援軍は要請します。あれ？でも徳川とか無理。え、なんで徳川とか要請できないんだ？OK です。あれ？徳川なんで要請できないんだ？徳川まさか敵対してる？じゃあ行きましょう。3つ、今回の出陣で3つ全部切り取ります。5000人もいないな。はい、で、いつも通り、全備え銀で、秀吉だけ主任。一応援軍要請するか。お願いします、大友総理。オッケー、スタート。戦闘続行。大手門と二の丸三の丸なんかな。いや、大手門と多分あれじゃないの。カゴいらん。あ、三段打ち来た。やり目に畳目攻撃。100発100中点どうするんだ。甲状腺は攻撃可能な備えが5連続で攻撃。はい、強いな。あー、でもさすがに無理だった。1回ではどうかつ。お、岡部さん一気に来ましたね。来ました。あ、立ち去り始めた。大軍勢。やっぱり最初はやっぱりでかいとこ攻めたいからな。どうするかな。食料とかももうちょっと余分に積んどけばよかった。まあでも大丈夫かな。今回は攻めは3条なんで。5番ゾーン内を壊滅させた。そうか、大手門誰も攻めてないんですよね。初めて。ビーム。
三番ズバイ壊滅、奮闘努力。ちょっとモチベが減ってるぞ。あ、でもあんまり減らないんだ。4番ゾマよ、壊滅。あ、早くも退却。削ってたらあっという間に退却してましたね。1番は三好長慶でした。2位は秀吉、3位が福島。判断が早いな。あ、でも住民安定度が下がったか。さあ稲村ジェーンで行くか。勝浦がちっちゃい。稲村ジェーンで行こう。23人しか減ってない。援軍要請。あれ、あ、まあ当然そっか、まだ本陣ってここにあるんだ。ダメか。スタート、うん、なんか簡易戦闘でも勝てそうだな。まあいつも通りフリーカーさん、3段打ちスタート。何モチベ強力ダウンビーム。10人減ったか。さて、あ、百発百中を先に決める。オッケー。2番隊壊滅。ネームドだったらな、先に壊滅に行くんだけどな。雨降ってるから嘘、野戦。やべ、結構軍隊がいる。しかし動かない。この一体以外は動かんどこ。まあ当然動きますよね。で、組打ち鉄砲、まあ、早めに組打ち鉄砲を使います。
こういう悪い打ち鉄砲が使えないんだ。桜対象となる。これ隣接してないとダメなんかな。あとはこれは軍団長のみが実行できるから、ん、無理か。まあ待機で、組み打ちってかけられるの？水上にいるか無理。100発も無理ですね。はい、じゃあストップ。来たか。次あたりで来そうなんだよな。で特技組打ち鉄砲、待機かな。あとはああみんな待機でいいと思う。釣りのぶせもありやけどな。来るかな、引かれるか。引かないな。ああでもダメだ、まだ届かないんだ。いや動きたくないな、ここは。黙ってみたい。一応こんな感じかな。あとはみんな待機。あれ上がってきた。上がれるんだ一応は。特技これは相手がいないと無理なんだな。ということは奮闘でいくか。あとはみんな、みんな動かず。動いた方が負けっていう感じですね。それで来るかな。来た。仕掛けてきたか。じゃあこいつを集中して攻撃。あ、まあとりあえずやろう。三段打ち。100中。あれ組打ち超える。あ、そうか。あ、こいつはもう組打ちでいい。射程が届かないならで三段打ち。あ、これ死ぬ。待機。次が来ると思う。まだだ。一回引こう。一つ引こう。であと組打ちみんな作動。
で、百発百中は残り6ターンだな。クレーチェサドこれ終了ってなんだっけ。まあいいや。来るかな。来ない。なかなか攻めてこない。ダメだな。結局あのみんなあの釣り役を設けないとダメなんだ。釣り役を剣手にしないとダメなんだな。でもまだ届かないからな。剣手の方を選ぼう。残り3ターンになってしまった。あ、初めて来た。あ、ビームが結構きつい。剣手しててもこれやもんな。じゃあ3段打ち。で、百発百中か。はっちゃうわ。なんか すごいロケット砲が出てるぞ。さらに攻撃が。桜の術って使えるの？無理。釣りのぶせはダメ。じゃあ三段打ちか。お、いいね。ああ、連携とかいうのもあるけど、まあ早いでいけんでしょう。もうついに出てきたな、手法。え、今何の陣って書いてる？胡蝶の陣ってなんだ？よし、ちょっと攻めに行くぞ。あ、ダメなんだ。踏み地鉄砲。ここは動かず。あと4ターンだな、剣手。来た。一気に来た。めんどくさいな。やばい。三段打ち。強行突破してもよかったかもな。
あ、雨雪の時でも攻撃できたのか。しまったな。まあひとまず三段打ちだ。これでやったか？あ、やれない。立ち去り始めた。まだやるか。あれ、こいつ陸丘に上がっちゃったやん。潰しかかろう。いいよいいよ。死ね死ねってひどい。オッケー、壊滅。19,485人、500人ですね、失ったのが。で、援軍要請。なるほど。この辺はみんな強いんだけどな。高天神城もいいな。ちょっと時間かかるから、やっぱり再度総理に依頼しよう。ああ、なるほど。まあ、じゃあ、まあ、次のターンで交渉でもしてみるか。ほとんど大手も削られてないけどな。 OK、軍団命令交渉。神戸、福島正則、真田で行きます。もちろん降伏勧告。五分五分か。まあやってみよう、行ってみよう、やってみよう。どうでしょう。ダメでした。まあ当然でしょう。援軍要請でもしてみる。まあやめとこう。現在の効果って何？なんか効果あったっけ？ああ、そういうことか。あ、撃てるんだ、これ。はい、死んだ。で、当然、大手門を破壊しに行く。指揮ダウン。奮闘努力。さあ、大友がどうする？加護、また加護か。どんだけ加護好きやねん。あ、攻撃いった。
交渉、まあどうしよう、三好今度は航空勧告、オッケー。最後は三好長慶の OK です。大役を果たすことができたって言ってますね。はい、稲村城やりました。トップはでも秀吉か。三好は3位で、もちろんあれですよ、勝浦城です。19,467。ここもまあ似たような数だよな。4,000人、5,000人切ってるからな、楽に取れるでしょう。そして援軍要請、誰がいるんだ。大友総理、小屋かは、まあお願いするか。またいや宇治田ねはいいな。宇治田ねいい人だな。塩は止めたけど。フリー火山とはいならず、もう早く潰しかかります。ん、何をやってんだ。加護か、三段打ち。おっと、4番ゾーンが早くも壊滅。で、百発百中をまた使うことができるんで、まあ、こっちの方がいいな。三番増援壊滅、モチベダウン、奮闘努力。おっと、ここで敵軍撤退ですね。勝浦城、房総半島統一成功です。いいんじゃないでしょうか。
トップはでも秀吉だろうな。でもわずかの差だった。福島正則も大健闘だ。さあ、また住民は程度下がった。攻めれるとこがどこかな。まあどっち攻めても大中容易なのは宇都宮城だ。ただしこっちには北条玄庵がいる。氏政か。どっちにしてもどっちかが助けに来るよな。こちらのとこに居城だよな。水戸王子ということで、こっち行きます。おまけで北条玄庵の宇都宮城を攻略いたします。次かな水戸城の攻撃は。早速援軍、まず備え配置1万4千だから今回は甘くない。でいつも通りで軍団じゃない援軍要請。ああダメだ、まだ助けに来てくれないんだ。あ、砥石城すごいな。来てもらおう。 OK 承諾。北条同士の戦いだ。多分北条の先鋒が打てると思うんですよね。なので戦闘スタート。まあ北条強いからな。100発100中。成田か。ちょっとやばいよな。本当努力。軍技あと兵糧は36日分、体力は83日となっております。まあ余裕はあるな。あ、そうそう、あれ軍技弱いやつを攻めていった方がいいかもね。最初に持ちベダウンで、援軍要請です。あ、もう行きましょう。行ってもらいましょう。いつも通り1万貫。いつも承諾してくれる氏真ちゃん。これ終わったらこのターン終わったら京へ行きます。城を誰かに任せて
内政強い人に任せてもいいかもね。縄文爆破。あんまり減らないな。やっぱり強い、ここは。まあ、確率減らしてはいるけれどもな。え、落石？なんだこれ。ああ、そんなに効かないや。最初2万でスタートしてて、今、1275を失ってんな。挑発せずに撃ってくれ。いいよいいよ、恫喝せずに撃ってくれ。さあ北条、もう一人の北条がやってきた。軍議を行います。でもう一人援軍をちょっと用意します。最後なんだね。研修官いらない。おっと、火攻めで生きた。あんまり減らないな。硬い城ですね、宇都宮城は。モチベダウン。おっと、攻撃した。さらに援軍要請は、あ、もうできないのか。それとも来てくれるな、嬉しいが無理でしたね。行きましょう。やっぱり来るよな。ネットただあんまり減らさん方がいいかもね、これからは。3しかないのか。じゃあ千成秒短、まあ当然こうなるよな。来た。来たか。でも野戦ですが、あ、下がっちゃうんだ。まあここは橋場家に任せてと。遠くから見ておこう。ただね、隠れるからな。これ親分が松田か。2671も打ってる。組打ち行こう。積極的に攻めに行きます。あ、組打ち持ってないんだ。じゃあちょっと奮闘じゃなくて堅守。ね、組打ちだな。まだ早いんだ。でもここまで行っちゃおう。あ、騎馬突撃とか持ってんだ。ただし
山を攻めてるんで、こっちならむしろこっちから行こう。もちろん組打ち鉄砲です。あ、隠れやがった。あ、と思った。さ、立ち去った。なんだそれ。数を力、マンパワー。もう一回備え配置やり直し。ん？違う、備え配置じゃない。委任。軍団命令、交渉じゃなくて援軍要請。小田もいいな、いいんだけど。え、なんか7333人しかおらんや。え、なんで。あ、謙信が、あ、これ無理だな。無理ですね。まあ間に合わんだろう。だからやめときましょう。33日分体力は78。ゲアン捉えると結構大きいな。ゲアン潰しに行きたいよな。そう、百発百中は雨でも撃てるんです。あれ、ちょっと待って、お持ち能力の一番低いやつをちょっと集中攻撃してもいいかも。持ち弁は1機ダウン、道土力。お、攻撃いった。普通嫌で攻撃。徹底してモチベダウンに徹するな。これモチベ低いやつを集中攻撃してもいいかもな。あ、攻撃力高いやついるんだったら攻撃力高いやつを狙うべきだな。なので能力が分からんのだよな。まあ備え対象は雑魚なんだけど、天候域あるからな。通常攻撃、モチベダウン。簡単にギブアップしないだろうな、ゲンアンだったら。お、来た、ありがたい。うわ、氏真軍結構すごいな。有利だ。4万2000になった。4万2000だもんな。雨、本当に雨降るのかなって。降りすぎやろ。つけ目、さあ行きます。
通に。いや、打つだけか。宴会、モチベアップ。ゲア、モチベアップ。早く大手門潰さないとな。ちょっと作戦を変えていくかな、そろそろ。でもまだ無理なんだよな。もうちょっとなんだけどな。いいよいいよ。剣士なんかいらんだろう。あ、惜しい。さすがに成田下がっていったな。で、船内病棟。モチベダウンだが、お、一気に耐久力を減らしていく。用心棒。一気に立ち去ったな。え、撃てるんだ。嘘だろ。あ、でもあんまり被害ない。なんか一個も減ってないよな。まあ普通に船内病棟他に任せよう。カゴ。撃った。もうちょっと。これでどうだ？まだだ。あ、火攻めに行った。陥落した。守命を依頼したスッパどもの手の者が水戸城の破壊を行いました。防御度が下がった。水戸城を攻めるように行ったな、そういや。二の丸へ進出。そろそろ交渉も準備も始めていいかもね。あ、無理だ。雨のため爆破できないんだ。逆に備え対象潰しにかかろう。少しずつ減っていくが、耐久力高いよな、基本的に。なかなか耐久力減らない。
おっと、5番ゾナイが壊滅。あ、和議の使者だ。あ、降伏した北条玄庵。こちらに降りるんだ。あっさり降伏ですね。罠じゃないよな、これ。もちろん受諾です。あ、本当パワー攻めっていう感じやな。あ、水戸城誰か攻めてる。ダントツ。2位は、福島正則、3位は真田昌幸ということで、これ帰りましょう。帰還です。いろいろやってますね。補修とか住民安定度向上とか。じゃあ茶会です。まずは飯を食わせる。北条玄庵が今回降伏したんだよな。ということは北条玄庵も我が主になった。玄庵って強いよな多分。まずでも上州指示からスタートです。え、今回あ、宇治政ん、え、なんで宇治真いるんだ。ああ、びっくりした。宇治真ね、そういうことか。家康は「お前毛利攻めに行け」。あ、違うわ。家康は「勢力攻略毛利を攻めろ」。お前は潰し合っとけ。でもこれうまくいかないんじゃなかったっけな。毛利元就死にそうだな。やばい、命がやばい。え、お前は徳川を攻めろ。ひどいなこれ。まあ正直攻めてもらったら困るしな。ではですね、あ、既存の城主か。じゃあ、じゃあ城主指示。城主指示じゃないのか。これ王人事か。まず昇進です。28歳。まあ、この辺はおめでとうございますっていう感じですね。で、城主任命、桜城もそうなんだ。まあとりあえず勝浦城の前に、いや、まあでも。そう、軍資金とかこれ少なかったらどうしようもないしな。なんか輸送だよな。
輸送、輸送先を指名、うちのとこからまず先に輸送します。兵士2000人、いや兵士、あでも兵士そんないらんよな。兵糧8万、軍資金78万ですね。ここは輸送させない。で稲村も軍資金ん違う、軍資金8万、兵糧も8万、兵士2000人、で逆にクルリ城から、クルリ城から早城から勝浦城へ兵士2000、兵糧が8万、軍資金9万かな、勝浦城だけは。なんで消えた？輸送先して、で、集中させ、軍馬と大砲は全部集中させる。鉄砲か、大砲じゃなくて。まあ鉄砲1個だけね。次、宮山城。そんなに多くないな。どれも似たようなもんだな。だいたい平均的なんだよな。上が上野城から宮山市場まで7万。鉄砲も軍馬も鉄砲も全部、大砲が200もなったな。兵士も2000人、昇竜寺城、昇竜寺城結構あるやん。兵士200人、兵糧が兵糧3万人、軍資金7万人かな。で有岡城はまあでもそんなにない。姫路城からは兵士はいらない、9万人、兵糧はなし。兵糧逆に送らないとやばいんじゃないの？これ。飯盛城から兵糧を43,000。変身。一度、二条城、
ませんし、で、軍資金8万ぐらいかな。兵糧8万と。山も結構持ってんな。カツアゲ行為を実施っていう感じだな。カツアゲとは人聞きが悪い。7万ぐらいかな。兵糧は4万ぐらい。軍資金だけもらっとこう。8万円、8万。姫路城軍資金9万。兵士はもうフルにいるんだよね、今多分。ここからもう、軍資金9万ぐらいもらっとこう。あと九州あたり。この辺はでも相当少ないな。飯谷城3万人。この辺とか相当寂しいな。少な。カジキ城とか、逆にカジキ城に送ってやらないとかわいそう。軍資金4万。兵糧も4万に送ってやらないとちょっとかわいそう。隅城もなんかかわいそうだな。ん？間違えた。いや、違う違う違う。泉城に資金7万、8万ぐらいかな。兵糧も7万ぐらい送ってあげましょう。市場も少なき気はするけどな。軍馬を全部かっぱらう。今度鉄砲って作ってもらえないんだな、こう見ると。軍馬は育ってるけど鉄砲があんまりないな。あ、お工場もやばい。兵士じゃない。まず、ちょっとお工場に、兵糧、8万人、軍資金、7万ぐらい。で、兵士じゃないわ。で、こっから、あ、消えた。まあこんな感じかな。で、城主任命。
まず桜城へ誰を任命しようかな。千葉久留里城、福島でもいいよな。よし、三好ちょっとお願いします。稲村ジェーンは北条玄庵が、北条玄庵ダメだな、ぜ戦えないな。あ、でも霊峰弁舌三術あるが、むしろ結城春友の方にちょっとお願いしましょう。最後勝浦城、勝浦城ってあれ最後に攻めた城だったっけ。じゃあ、あの原案で、あ、違うわ、原案じゃない、う、間違えた、直轄領に戻そう。直轄領じゃなくって、どれがいいかな、まあ、みんないい人ばっかりしか残ってないか、奥平か、消去法で。カロークラスがな、あので、止まった、一旦変更した上で、陣地じゃなくて輸送15万、でも5000人しかいないんだよな。で、軍資金はまあそのままでいいから、兵糧8万、なんか兵糧ガタッと減ってるよな。兵士数1万、これでいいや。市場かな、飯盛城、軍資金10万、福知山城も少ないな、長見城もちょっと思ったほどあった多くない。岸和田城から、兵糧3万、軍資金8万ぐらいかな。兵糧がちょっとな、まだ足りないよな、もう全然足りない。むしろ兵士だな、3000人、でも安土城結構あるな。軍資金、まず兵士全部、あーでも結構減るな。兵糧5万、軍資金10万、これでいいかな。兵糧が
3万ぐらいかな。遊女は？遊女そんなにないんだよな。どこも結構寂しいな。特に兵糧とかも寂しい。みんな石高上げてやらないとダメだよな。いや、ちょっと待って。達成力に代じゃなくて、指名伝達じゃなくて、上州指示。あれ？秀康がなんでないし、なしになってんだ。いやいや、お前らは、毛利を攻めろ。家康攻めろ。で、変わってなかったと思う。で、穴山神君。穴山神君ってどこにいるんだっけ？下山城か。まあ、城下発展でいいでしょう。それから、奥平ってどこだ？ここ勝浦城か。城下発展でいいでしょう。それから、相良。相良ってどこだ？松倉城。城下発展でいいでしょう。千葉、うん、まあ城下発展でいいでしょう。長慶がまあ軍備増強かな。いやでも、いや城下発展でいいと思う。で最後結城どこだ。稲村ジェーンで城下発展。こんな感じでいいと思います。であと、指名伝達だ。今回は軍備優先。でも、島津は、攻めてもらうから、まあまあ、いいか。増築ってどこに？あ、増築って、あ、いや、宇都宮城とは、あ、そうか。そうか。城主任命忘れてた。北条玄庵。上州指示北条玄庵で、まあ軍備増強でいいと思います。防衛してもらう。指名伝達、これが人を振り分け軍備優先かな。でもここは増築しない。掛けの部は、あ、全然ダメだな。開墾、災害って結構強いんじゃなかったっけ。災害も排除する。足軽で、島津って強かったんじゃないな。そんなに強くない。
じゃあまあ前日あ、これは、大砲購入。靴よりも今回なしで。三術。ためライス。武芸。演説。礼法。まあいいや。は完全に満たしてるな。あ、建築があるや。建築あるけど、建築関係がない。訓練、これこそ訓練じゃないの？訓練団57しかない。エスイ開発は足軽とか言ってるが、サフニャン全部満たしてんだ。じゃあ資金調達、演説、ナイタウジアガは病気、足軽、王女打ちせるが軍学、お、ん？ニオがなんだ？これは大砲。具資金と思ったが。めっちゃ面白くないな。買い込んでいこう。入試ため像。弁舌。開墾。算術。やや軍備ってとこだな。忍術。あ、副資金調達、演説、龍造寺の忍術は何もないのか。まあ拠点調査なんかする必要ないしね。両方満たしてるが、ここはあえて修行させます。茶道、伝説、足軽で、でこれで、一旦セーブします。で、今日へ行ってきます。今日へ行ってくる前に、まずちょっと馬林城に入って、武田区に行って、
病気の人に薬を渡さないとダメ。嫌だ。うん、あとは大丈夫だな。で、これで終わりで出る。ん？誰？あ、半兵衛か。ん？半兵衛何しに行ったんだ？あとこいつ誰？あ、そういうことか。まだ攻めてる。やっぱり家康か。いや、お前攻めるんじゃない。入ります。で、酒場に行きます。用心棒を雇います。もちろん高くても強い人で、ちょっと少ないな。いいでしょう。うん、他は これ10万石だよな。相場調査どうなんだろう。なんか米転がしが効果あるらしいが、うん、出ましょうね。今日へ。二条城だ。二条城でいいよな。で、まあいつも通り朝廷工作をしてきます。え、ちなみにこいつは今の悪行ってどのぐらいだ？悪行1に増えてる。あ、違うわ。一回出て、今日の町へ。金五郎。贈り物。えらい。書物鑑定は持ってない。なんかお布施ですね。3000。あ、悪名が消えた。あと石卓へ行って、当然薬を全部買う。で、これで残った金は全部資金調達っていう感じだな。あ、職人宅も行かないといけないな。あ、全部だ。うまー。全然何もわからないじゃないか。シュロンです。で、座があって道場があって、
ナバ寺があって、職人宅が、公家宅、公家ですね。もちろん口添えです。1万かなりもう来た、かなりなんだ。じゃあ1万、もうちょっと地図へ。まだだなぁ。朝廷貢献度ってどこにあるんだっけ。165、毛利が99だから、毛利は上回ってるし、さらに今川王もついに上回ったな。おっと、ここで左大臣に任命されましたね。もうちょっとじゃないの。今5万、あと3回だな、口添えできる回数は。まだだ。これラスト。あー、何ももらえなかった。御所に突撃します。ダメっぽい。うん、名声はもうすごいものを持ってる。朝廷貢献度167位になりましたね。ということで左大臣に任命され昇格です。出て行きましょう。で、帰ります。まずは、長五郎か。これ、庭長秀。庭？なんで庭がいるんだ？これは誰かわからないが、一応行ってみよう。一式、一式家当主。3以上求めないんだったら金塊。あんまり能力高くないな。ん？まだ戦ってるし。うわ、半兵衛が味方しやがる。しなくていいのに。
まあ潰し合ってくれよ。あれなんか別のとこでも戦ってなかった。あ、黒川城で戦ってますね。時が攻めてんじゃないの。他戦ってるとこはない、なさそうですね。他は戦ってないんじゃないかな。直江、本田正信、この人は誰かわからん。船の基礎とか、小玉が船乗ってる行商人長、あと長五郎戦ってるなぁ。まあとりあえず戻りましょう。あ、こっち城に戻ります。お、聞く手、お、なんだ、なんか すごいめでたい幸せだ。え、何これ、ランラン、これおごるだよな。待つ、これどういうことだ。ランジャタイって言うんだ、これ。東大寺の、あと正倉院の宝物。あ、ランジャタイの3文字に、あ、本当だ、東大寺の文字、へえ、そうなんや。ランジャタイを切り取ることを許された。号令をたやすくするためには戦愛の感触は必要かと存じます。清和源氏だからな、こちらは藤原氏を自称してるからな、無理ですね。家康とかはいけるんだけどな。足利は大きくて、現地じゃないからな、藤原だからな。お、来た、関白の申し出。そうだな、藤原って摂関家の藤原だからな。まあ田舎って言っても、あ、そ、名古屋だけどな。こうチャンス、とりあえず一旦セーブ。これエンディングあるな。まず武家宅へ薬を。
然いらんかもしれんよな。まあでもここら辺はうん、大丈夫。じゃあ終演行きましょう。え？手本を見せましょう。うわ、難しい。あ、間違いなんや。よかった。あ、間違い。勝ったはいいが、もう治安とかいろいろ稼ぎましたね。もう、お手前でしたね。いや、食べましょう。特にここでは言われないんだ。ちょっとここ分岐ルートになるんで、まあ素直に今日に行くルートにします。あ、ちょっと待って、いや、ちょっと待った。金庫で出金、軍資金から全部出ましょう。今日へ。あ、町も含めて今日の町へ。あまり喜んでもらえなかった。畠山さん、本田正信だ。本田正信多分ラブラブ度高いよな。天野さん、この人は徳川の家臣なんだな。小物、着物を小物を産む物？掛け軸じゃダメだなってことは。着物ってなんだ。でも掛け軸じゃないの。申し。かなり喜んでくれた。あ、ラブラブのマックス、マックスハート。得意だ元木を。マックスハートなんだ。この人はどこかわからない。長崎城へ。また
あんまりラブラブ度高くない。まあ馬酒やっとけばいいでしょう。よし、今日の町へ行きましょう。クゲタクへ養子縁組の話がついている。おお、関白の資格を満たしたと。あ、え、朝廷、あ、そうなんだ。じゃあまた口添えをしないといけないのか。お、ついに関白に任ずることができました。おー、これエンディングのはず。22時過ぎてるからな。豊臣の姓を、わわわわ、茶屋四郎次郎、あ、御用達か。あたぎ信康、菊亭さんだ。これ朝廷エンディングでいいんだよな。お、そ、これ大事。あれ、関白の職を譲ってってどういうこと？朝廷の官職体制から抜け出しってなってる。誰に譲ったんだわ。あ、そっか、秀次だっけな。秀長だったかもしれないけど。やりました。戦乱の世は終わり、豊臣政権ですね。再配置。なんで？いや、東アジア市場と連動した日本の経済は高い水準で発展を遂げた。あ、東アジアは激動を受けることになり、100年か。ちょっとビターエンド？エンディングだ。
もしかしたら統一しないとトゥルーエンド見れないのかもよ。だからこれで終わりじゃなく、もう少しやって日本を統一していこうとは思います。やりましたね。渋沢湖は実在する。さあこの後どうなるんだ。お、信長だ。わあ、流亡の将が選択できるようになりました。ってなってる。エンディング一覧機能が解放されましたってなってるな。ここから先に物語の結末を発見すると驚きを特典がって書いてますね。で、今緩やかな支配ということで100年政権、100年プリントじゃなくて100年政権ってなってますね。まあでも他にもたくさんのオチがあるってことですね。この町で こんな感じで。お家が吸い上げていくシーンとか、うわこれは悲惨だったな。おお、こんなのもある。桶狭間奇襲、中国大返し、えぐいよな。聖一拝命、あと奥に見た
天下統一も天下統一 OK なんだ、関白に指名されれば天下統一を実現されるんだ。はい、ということで、ここまでになりますね。今回は、ここまでにしたいと思います。次回ですね、引き続き秀吉編をやっていきたいと思います。秀吉政権への統一まで、もう少しなんで、まだ北条が抵抗してたんで、金庫、出金、全部、はい、ということでこれはここでセーブして、上もセーブしていいよな。今秀吉は小1位左大臣に、11位か左大臣になっております。なので多分もうちょっとやると関白への道が満たされるはずです。ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回は先ほどセーブした中から引き続き北条攻めをやりたいと思います。まあ、今回攻め取れたのが房総半島の3つと宇都宮城だったんで、次回からはまた北条攻めを行いたいと思います。これで関東はほぼ統一できたんで、あと水戸城が残すのみかな。攻めていきたいと思います。見ていただいてありがとうございました。今回の配信もツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 アーカイブは YouTube にて2日後25日21時からプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live アーカイブ my YouTube チャンネル2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。TwitterX のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。対抗立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。